アルバイトチャンネルの山本です。視聴者からいただいたコンビニバイトあるある10連発レッツゴー。ドリンク補充中にお客さんと目が合う、店員さんとお客さんお互い気まずい、商品を持って無言でレジの前に立ってるお客さんがいる、呼べ俺を呼べ、イートインにゴミを放置していくやつがいる、捨てろ捨てろ頼む捨てろ、暇なので商品陳列にめちゃめちゃこだわる、めちゃくちゃ綺麗に並べたからもはや買ってもらいたくない、レシートを渡したら不要ボックスに捨てられる、なぜか心が痛い、弁当を温めた時にマヨネーズが爆発してしまう、ちなみに僕はマヨネーズでぬるぬるになった弁当をそのままお客さんに出しました、常連客にあだ名をつける、僕の店舗には人造人間19号がいました、バラバラに入店してきたのになぜか一斉に並び出す、一斉に並び出したくせに後ろのやつイライラすんな、タバコを頼むときいつものって言ってくるやつがいる、ここはバーじゃありません、こわもての兄ちゃんが入店してきたらなぜか緊張する、何をされるわけでもないのにビビります、暇な時間が一番しんどい、商品補充と商品陳列を永遠に繰り返すことになります、廃棄直前の商品を後ろの方に陳列する、意図的に廃棄にさせます、廃棄がもらえない店舗からしたらもらえる店舗がすごく羨ましい、働く前に調べておけばよかったと後悔しますね、他のコンビニに店員がいなかった時店員呼び出しボタンを押したくなる、大抵のコンビニで同じ位置にあるので分かっちゃいます、レジ点検の時に金額が合わない、どこで間違えたかは永遠に謎、1万円札を渡された時お預かりに100万円と入力してしまう、お釣りが見たことのない金額になります、公共料金の支払いのスタンプを押すのがだんだん快感になってくる、あの快感をバイトになって一度味わってみてください、お弁当1個に対して箸を4膳要求してくる客がいる、果たしてみんなで食べるのか、はたまた1人で食べるのか、可愛い常連さんが来るタイミングにシフトを合わせる、お釣りを渡す時にさりげなく手に触れちゃいます、男がコンドームをレジに持ってきた時は透明の袋にぶち込む、逆に可愛い女の子が持ってきたら興奮しますね、以上コンビニバイトあるあるでした、みんなのバイトあるあるを募集中、コメント欄からよろしくね、早速入る感じでお願いします、アルバイト高速アルバイコンビニアルバイト、視聴者からいただいたコンビニあるある10連発コンビニバイトだね、視聴者からいただいたコンビニアルバイコンビニアルバイ、視聴者からいただいたコンビニバイト10連発コンビニバイトあるあるです、お前マジで頭悪いの、ほんとやめてよ、いやいや編集で何度かなるんです、お弁当を温めた時ん？お弁当を温めた時ん？どういうことですか、ちなみに僕はちなみに僕はちなみに僕はマヨネーズ逆にたくさんの弁当に対して箸1膳、逆にたくさんのお弁当に対して箸逆にたくさんのお弁当に対して箸を1膳でいいお客さんもいるので、はい、これ編集コースかかるんで、できれば一発でお願いしますアルバイトチャンネルでは視聴者皆さんにアルバイト辞典をプレゼントしています、バイト探しに役立つ情報が盛りだくさん、またアルバイトチャンネルの出演者も募集しています、詳しくは概要欄をチェック、最後までご視聴ありがとうございました、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします、またね。